んにちは、丸谷彩乃です。さあ、ポケモンレジェンズアルセウス続きやっていきましょう。前回はですね、ガチグマを沈めることができたんですけど、次はね、なんとドレディアが暴れているということなので、今日はね、そのドレディアを沈めに行きたいと思います。それでは早速行きましょうか。一応ね、もうマークつけてあるんでね、あそこのマークのところ行けばいいんですけど、結構上の方にありそうですね。おー、マスキッパー。ポケモンはね、後ほどとか、あと配信とかでね、捕まえてるんで、よかったらね、見に来てください。よし。なんかね、橋がちょっと上の方にあったっぽいから、その橋を渡ってあっち側に行きたいんですけども、橋がないね。あ、あれしかないのかな、橋。はい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 。橋を渡りまして、でも上に行きたいんだよね。結構な山だな。これどっから登るのが一番ベスト？でもこれさ、遺跡なんだよね、これ遺跡。遺跡より向こうってなると、あれだね、もう一個のキャンプから飛んだ方が近いかもしれない。これね、上から行けるから、この、こう上に行くには、多分この、もう一個のキャンプから飛んだ方が近いのかもしれない。到着して、こっから多分上に上がっていくんじゃないかな。山も登るって言ったらこっからぐらいしか登れない気がする。よいしょ、一旦降りて、この辺ぐらいだ、登れる？登れるかもしれない。あ、登れた。こうやってちょこっとずつ登っていけばいいのか。これ、このまま上に行けばいいのかな？この松明に沿って行けばいいんだ、多分。それっぽいね。あ、なんか人がいっぱいいる！何ここ？家みたいなのたくさんあるよ。ようやく普通に暮らせるようになった。キングに助けてもらってようやくな。関兄ちゃん、ヨネさんの弟、血は繋がっていないけど、兄弟。ちなみに私は末っ子だよ。あ、そうなん？二毛さん、銀河団の調査台に入ったのに、今どこに何してるんだろう。なんか、ぬすっとになってたよ。こんな場所があるんだね。あ、待って、コダックがいる。そしてなんか、悩んでる。どうしたん？あなた、銀河団の方よね？コダックの頭痛を治せる薬を知らない？秘伝の薬？一緒に暮らしているコダックたちが頭痛で辛そうなの。どうにかしてあげたいけど、普通の薬では効かなくて。いろんな人が集まった銀河団なら、医術に詳しい人もいるんじゃないの？お願い、薬を探してくれない？はぁ、薬！すごい！混合集落！飛べるようになってる、ありがとう。なるほど。じゃあ、ここまた来れるんだね。じゃあ、後ほど来るか。で、またもや、上に上がらないといけなさそう。うお、危ない！あ、待って、サブ任務であった！ロゼリアがいる。ロゼリア。はい！ロゼリアがいっぱいいる、ここ。かわいい。あ、捕まえれなかった。あ、ロズレイブもいる。あ、見つかってるね。あ、下が見つかってんのか。ちょい待ち！ちょ待って！親分だった。親分だった。早い！この辺にいる親分のスピードは早い。やばいです。はい。どう？捕まえれそう！痛いんです。ちょ、一旦離れよう。体力やばい。捕まえたいのに、親分がめっちゃしっかり追いかけてくるからビビる。はい。よし。オッケー、ロゼリアゲット。これで報告が一応できるね。サブ任務を達成できたと思う。よし、じゃあこれは、また松明を上に上がっていけば、良さげな感じだね。この先に、あった、これだ！道のりが長かった。ここですね。関さんがいる。関さん、お待たせしました。来た！ってことは、準備万端ってことだよな。もちろん、行けます。大丈夫です。荒ぶっても美しいドレディアの姿、とくと拝見させていただこうぜ。お待たせしましたね。あ、もう足大丈夫な？大丈夫？ほら、日夏の足も、わしの塗り薬でバッチリですよ。ユーガーさん、新時代のあんたにいろいろ、迷惑かけて申し訳ねえ。大丈夫ですよって言ってる。この子は自分一人で解決しようとして抱えきれずに帰って、みんなに迷惑かけましたが、行動の根底は、前進です。そう、いいことしようとしたんだよね。
闘技クイーンドレディアは舞姫のごとく絶え間なく動くからね。バッチリ注目しながら回避に専念するのもありだね。強そうや、大丈夫かな。ああ、回避してればドレディアも疲れて隙を見せる。そこでポケモンの入ったボールを投げ強さを見せつけるんだろ。頼んだぜ。任せておくれ。いやー、大丈夫かな。すごい怖いな。バサギリの時もしんどかったからな。死にかけてた死ぬかもしれん。霧がやばい。ドリディアはどこにいるの？あ、なんかすごいコントローラーが震えてる。霧が一気に晴れ。え、なんかかわいい妖精さんみたい。いいね、かわいいですね、ドリディアさん。パンパンかわいい闘技クイーンドリディア。いざ人造に勝負。 Y ボタンの回避は無敵状態となってポケモンの技をかわすことができます。ポケモンの妨害に合わせてうまくタイミングを合わせて回避してください。回避でかいくぐる。オッケー。何するの、技がね、まだ何があるのか全然わかんないから。そういうこと。いけいけ。オッケー。この多分音波が、音波っていうかこの多分バンバンが2回ぐらいある。でその後になんか2回ぐらい踊り始めて、でこれが2回ある、2回あってから、その間ね、この踊ってる間に沈め玉を投げる。そう、これ2回くる。いや2回くる。さあ3回目くるんかい3回目どころじゃなかった。ポケモンを投げて戦え。あ、待って、トリフトンきついんちゃう。やばいよ、トリトドンは多分相性がよろしくない。多分ここはポニータを出すべき。技のタイプ相性的に多分ドレディアは草タイプだから、ポニータの炎タイプで多分やった方がいいのでは。ポニータに当たらなかった。よし、ナイス。よっしゃ、カイングルマや、力技いけー、頑張れポニータ、カイングルマ。よしよしよし、沈め玉を当てるチャンス。いけいけ、今のうちにたくさんたくさん当てるんだ。はい、これが何、それ何、ちょい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 、そう、新しいやつ。何、新しい技が急にし始めた。ビビる。はい、音波きます。音波なのかどうかわからんけど、これ何、これの後は割と静かになる時間があるね。いけいけ、たくさん踊ってる間に、はい、タイミングよく回避ですね。うてて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 、それは痛いです。はい、もう一丁回避からのタイミングよく避ける。ほい、いけいけ、頑張って。もう一丁もう一丁。あー、痛い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 、それはやばい、やばいよ。ポケモンを投げて戦え。はい、戦います。さあもう一つポニータ頑張ろう。いいよいいよ。やばい、毒の子だ。しんどいしんどいしんどい。ポニータ大丈夫、ポニータ大丈夫大丈夫大丈夫。いけるよ、カエングルマ、いけー、ドカーン。よしよし、スズメ玉を当てるチャンス。いけいけ、もうやれるよ、もういける、もういける、いけ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 る。よっしゃー、強かった。いけー、ラスト1個。わー、この演
本当に綺麗。トレリアさん、あ、かわいい。トレリアもう大丈夫だよ。めっちゃかわいいな。あ、緑のプレートもらった。沈めたよ。大丈夫も。ありがとな。ドレディアだけでなく、ひなつを救ってくれよ。ガチグマのことといい、ドレディアのことといい、あんたすごいな。ふぅ、やっぱりドレディアが荒ぶってたのはふさわしくないや。かわいい。ひなつ、おめえ謝るべき人がいるだろう。え？いいのよ、気にしなくって。年端のいかない若い娘さんなら周りが見えなくなるなんてことよくある話。それはそうね。すべての命は別の命と出会い何かを生み出す。隋の遺跡に残された言葉、きっと神王様の教え。もっとも、わしも誰かさんの頑張りを見るまで忘れていましたけど。私？ゆうがおさん、おんに来ます。ひなつ、一人で抱え込むんじゃないよ。キャプテンはポケモンと寄り添うことを知っている人間だろ。はい、ごめんなさい。ゆうがおさんにまとめられたら俺が怒るわけにもいかねえよ。ひなつ、おめえの中の正義を通そうとしたのはいい。だけどよ、嘘だけは勘弁してくれや。おめえはそのままでいいや。ドレディアにまた何かあれば、今度は正しいやり方で守れ。そのために鍛えておけよ。いいおさやな。ひなつ、これからは共に湿地を守るとしますかね。ガチグマのこと、カイニア混合団と銀河団に救われたと伝えておきます。あやのんご苦労様、三つの団が手を携えた一日でしたね。わしとしては楽しかったですよ。ではごきげんよう。ごきげんよう。俺は混合団リーダーの席。時を司る神王様を崇める者。時は移ろうものだからよ。変化を恐れずに、俺たちの時代を良くしていけばいい。うん。それにあんたらを助けるのがいいって気がするからよ。じゃあな。あやのありがとう。私はドレディアと話すよ。いや、よかったよかった。あなたみたいないい子が荒ぶるなんてどうしたんだよ。でも私が悪いよな。ちゃんと守れずに欺いて。そんな落ち込まないで。大丈夫だよって言ってるよ。すごい、終わった。雨降ってるね。天目隊長に報告するって言ってるから。一旦じゃあ、村に戻りましょう。あなた、素晴らしいです。急にモロさんいつも出てくる。時空の裂け目に消えていく光、またまたキングを沈めましたね。沈めました。なぜ荒ぶるのとかというのは謎は解けていないようですが、荒ぶるキングを恐れずに沈めていく凄さたるや。あなたという存在が翡翠の歴史を変えるのでは？もっと仲良くしてください。ではまた今度。なんだろうなんだったんだろう。戻ろう、ラベン博士。戻ってきたよ。あ、芋餅のおじちゃんや。どうした？わしほどの達人となれば芋餅は一味も二味も違うわけよ。お前も今夜は芋餅に深く感謝をしながら味わえ。ありがとう。ほら、天木に報告せんか。飯を食うのはその後だ。もう笑顔で接してくれるようになった。嬉しい。お、いるいる団長。ちゃんと任務を達成してきました。ドレディアを無事沈めたのだな。沈めました。ならばよし。ちゃんとやってよ。銀河団が翡翠地方で暮らすため、場合によってはポケモンと戦うだろう。だがそれも争いのない新天地を作り出すため。時空の裂け目から落ちてきたお前。時空の裂け目よりの雷にて荒ぶるキング、もしかして関わりがあったりせぬだろうな。ないことを証明するために裂け目も調べねばならぬのかもな。いやー、いろいろ調べないといけないね。あ、いつもの打ち上げだ。ほらよ、出来たての熱々の芋餅じゃん。やったー、芋餅だ。お腹すいたの、いっぱい動いたからね。みんなと芋餅を味わい、ポケモンの研究調査をまとめ、ぐっすり眠る、良いことです。毎日同じような繰り返しで、調査も生活も準備も進んでいるのかな？そんななんか神妙なお餅で、そうなんやのに刺激のあるものをやるよ。何？バリバリ玉。何バリバリ玉って、何するやつ？自分を信じることです。そうすれば生きる道も見えてきます。
この言葉は信じるのです。そうすればいつかポケモン図鑑も完成します。おはようございます。芋餅美味しかった。さあ今日はどんな一日になるのかな。おはよう。あ、ひなつさんや。どうしたん？あやの、私散髪屋で働く。え、急にどうしたん？私だけが言える髪型を選べるようにする。え、待って、髪型増えるの？もちろんドレディアのキャプテンも続ける。二足のわらじってやつ。おー、嬉しいね。あやのも散髪屋においでよ。髪結いしてやるからさ。え、嬉しい。沢さんも散髪屋の後継者ができてよかった。電木さんや。で、電木さん、あの、勝ち馬のことだけど、ことぶき村で働くのであれば、どこの誰であろうと大切な仲間、ひなつ殿、よろしく頼む。心の広い方やな。あやの、始まりの浜に向かうぞ。え、なに急に。ついてこい。え、髪の毛言いたい。なに、なんかめっちゃ人がいっぱいいるよ。どうしたん？え？何があったの？翡翠地方にいらしたばかりの方々だ。これから寿村で共に暮らす。あ、住民が増えるってこと？そういうこと？銀河団が初上陸したのがここ、始まりの浜。あなたたちの生活もここから始まりますぞ。確かに私もここに来たもんね。翡翠地方は強く怖い野生のポケモンが多くいると聞いています。ですが銀河団はポケモンに詳しく、不思議な力を借りて、寿村を発展させているとか。みんなはどこから来てるの？その通りです。それらは、伝聞は調査隊アヤノンのおかげ。みんなでさらに寿村を発展させ、翡翠で暮らしていきましょう。うんうん。よろしくお願いします。伝木さん、よろしくお願いいたします。おー！住民が増えた。なになに？まだ何か話があるのかな？調査隊がポケモンを調べることで安心して行動できる範囲が広がり、彼らを受け入れることができた。うん、あ、なるほど、そういうこと？あやの、お前は本当にポケモンが好きなのだな。はい、好きです。うむ、ポケモンは銀河団の同胞を何人も襲っている。それでも好きというのは調査隊に必要な資質なのかもな。良いか？ポケモンは恐ろしい生き物。共に暮らすにせよ、そうでないにせよ、ポケモンのことは詳しく知っておかねばならない。そうだね。この電木団長として寿村の皆を守るためなのであれば、時として果断な処置を下す。ボス、真珠団の海さんが来ています。おう、あの剣だな。また新しい何かが発生しているの？調査隊の働きによって変わりつつある寿村の様子を見ろ。はあ、その上で団長室に来るので良いな。寿村を見回らないといけないんですね。よし、じゃあ、いろいろなんか丸がついてる人が非常にいっぱいいるんで、ちょっと住民に話をかけようかな。おー、あんた調査隊だな。ちょうどいいところに来てくれた。畑をさらに広げたいのだが、水やりする手が足りねえ。水タイプの技、あ、全然いいよ。お渡しします。水タイプのポケモン、どうぞどうぞ、お役立てください。トリトドンなんていかがですか？見てくれ、あんたらのおかげでいい作物が育ちそうだ。よかったよかった。この子にはもう少し畑作業を手伝ってもらうよ。畑の水やりができる他のポケモンと交換するときは手伝ってくれ。あ、オッケーオッケー、全然大丈夫です。よかったよかった。畑が広がりました。畑が広がって何か作物植えれるのかな。作物、あ、収穫終わったって、ありがとう。やったねー。いただきます、ぼんぐりの実。33個。虫食いぼんぐり7個。まだ何か育てる。あ、すごい、ぼんぐりコース、やくそう。おさ、お野菜、キノコ、木の実。何、お野菜って。とりあえずぼんぐりを入れるでしょ？ぼんぐり。ぼんぐりしか無理？ぼんぐりだけをこの広々の畑で育てる感じね。なるほど。お野菜とかちょっと気になるから今度やってみようかな。え、待って、このおじさんどうやって喋りかけるん？登れなくない？あれ、あれのあの人どうやって喋りかけるの？え？どうやって話しかけるの？あー、登れる登れる。びっくりした。どっから登るんかなと思った。
何してるのそんなところで。尻尾なんだなぁ。何尻尾って。どうしたの？あぁ、なんて素晴らしい尻尾だったんだろう。小柄なのかな？岩に隠れて尻尾しか見えなかった。叶うならあのまた尻尾を見たい。何？バテのように渦を巻き、しなやかに動く尻尾。ニャルマーなんかな？ニャルマーっぽそう。よし、じゃあ、一旦、ちょっと髪型が増えたらしいんで、髪型もちょっと見てこようかな。わー、何が増えてるんだろう。ほら、座って座って。どんな感じなんだろう。髪型どうする？ちょっと待って。あ、待って、いろいろ増えてる。中分け、こんなのなかった気がする。かわいいね、これ。なんか、町娘って感じがする。で、七三分け。これもなかったね。二つ結い。あー、かわいい！これね、でもね、割とみんなしてる気がする。動画とか、ツイッターとか見てても割とこれしてる人多いな。よし、二つ結いにします。かわいい！わかった、じゃあ始めるよ！お願いします。あー、かわいい！いいね、二つ結い。めっちゃ良い。完成、あんた最高だよ！帽子は？かぶります。お願いします。でも今、帽子かぶったらね、見えないんだよね。ありがとう！またおいでよ。私も腕を磨いておくから。他にも髪型まだ増えるんかな？あ、でもいい感じになった、この帽子。帽子と今の髪型がすごい合ってる。よし、じゃあ団長のとこ行くか。新しい多分任務がね、追加されるような気がするからね。隊長来ました！何ですか、次は。あ、カイさんがいる。グレンの湿地でのポケモン調査ご苦労である。なになに？アヤノンには次なるエリア、群青の海岸に赴いてもらう新しいエリアだ。はあ、最初に言っておく、群青の海岸にキングはおらぬ。あ、そうな。アヤノンさん説明するね。どうしたん、カイさん。キングだけど、数年前にはいたの。ただ、不慮の事故で命を落として。ああ、そうな。悲しい。そのキングがいた場所で、怪しい影を見かけるとのこと、報告が入ってな。何？さらには、皮膚島で材料を集めていた、警備隊と製造隊の隊員が、幽霊に襲われたとの報告をしている。え、ゲンガーでもいるんかな？私としても、キング場を荒らされるのは許されないの。でも、群青の海岸にいるキャプテンは訳ありで、わけあり？いろいろわけありですね。もうわかるな。お前に調査を命じる。なるほど。キングのいない島を調査するということですね。私は群青の海岸で待ってるね。あそこの景色好きだから。群青の海岸だから水ポケモンとか結構いっぱいそうだね。アヤノンさんにはおかしなことを頼んじゃって申し訳ないよ。大丈夫だよ。アヤノンは仕事のできる団員、任せておけばよいのです。任せておくれ。そうだね。森キングを沈めたアヤノンさんの強さ優しさ。私は知っているもの。うんうん。次はこれに行きますよ。次なる調査隊エリアは、群青の海岸。グレンの湿地よりも遥かに遠く、陸路で遠征になる。はぁ！君のランクであれば、群青の海岸も調査可能。命令する日吹島を調査せよう。はぁ、なるほど！はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。次回はね、カイさんに言われた通り、皮膚島のね、調査に行くっていうところをやりたいと思います。それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。高評価、チャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。また見てね！バイバーイ！